どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ザ・エージェンシーにやってきました。序盤でデカポに青アサルト、さらにショットガンも拾えて、上々の滑り出しですね。ここは激戦区だから、早めにポーション飲んでも良さそうだな。よし、そこの石材を拾って、ゆっくり下に降りていき持ちました。何やってんだ。てかまって、このヘンチマン、なんかコマンドーみたいな顔になってるんだけど。確かに、声は男性だったが、明らかに顔は女性だったな。なんだこの現象、通信が遅いからとか？今プロコンの充電がちょうど切れてて、有線じゃなくて Wi-Fi でやってるからかな。ああ、スイッチ本体の USB ポートは一つしかないで、そんな詳しく説明せんでもええわ。そういえば、前にもこんなことあったような気がしないでもない。あんまり覚えてないけど、最近だとワンタイムのタイプ中に、ほとんどの人がコマンドを貸してたことがあったよな。やっぱり、通信が重いとなっちゃうのかな。電波不良の表示は出てないけどな。ま、そのうち治るっしょ。コマンドコマンドダメだ、みんなコマンドになってる。どういう状況だよ。てかお前だけ明らかに浮いてるじゃねえか。よくバレないな、その変装で。もしかして、私だけが全てコマンドに見えちゃってるだけなのか。最近使ってなかったからな、あのスキン。コマンドの呪いがかかっちまったのかもしれん。いや、怖すぎでしょ。てか待って、これってもしかして、マイダスまでコマンドになってたりしないよね。さすがにボスは違うかもだけど、全然ありえるよな。もしそうだったとしたら、探すのめっちゃ大変じゃん。目印はドラムガンくらいか。ま、頑張るんだぜ。いたー。おい、どうしたマイダス、なんで女になってんだ。マイダスって出てるから、間違いではないな。これまであまりに変装に騙されすぎて、自分たちが変装しようっていう発想になったのかな。まあ実際ただのバグだけどな。あ、こんにちは、ミニガン持ったコマンドー。こいつだけちょっと衣装が違うな。なんとなくゴーストっぽい服だし、バグにしてはできすぎてる気もするんだよな。ま、とりあえず気にせず金庫の中あさろうぜ。なんか、エージェンシーなのに全然敵いなかった。すごいあっさり金庫独占できちゃったわ。あ、ヘリから敵発見したわ。ほんとだ、小さいけどオーチャードの方に動いてるな。金のサプスカあるので、上から撃っちゃいましょう。さ、当たるかな？よし、2発入った。白ダメージだったし十分ね。もうヘリから降りてもいいんじゃないか？いや、これソロ服だから、慎重に行くわ。いや、ソロ服なのかよ、最初に言えよ。マイダスのバグが面白すぎてそれどころじゃなかったわ。お、林の中から撃ってきたな。ちょっとボットっぽかったわね。これは普通に倒せそうだな。ふむ、仲間はいなかったか。青タクショ拾えるのは嬉しいな。さて、いつも通りヘビ砂もらいに来たけど、なんかアイテムめっちゃ落ちてるわ。ほんとだ、3人くらいデスした跡があるな。金武器も見えてるけど、ヘンチマンは残ってる。何があったんだろう。まあとりあえずヘンチマン倒すんだぜ。てかレイム本当にヘリから攻撃するの好きだな。マジで強い気がするからね。あ、金武器何かと思ったらキングスマンか。これは苦手だから拾いません。近距離でしか使えないしな。このサプスカも捨てがたい気もするけど、ドラムガンあるし、交換しちゃうわ。さ、その辺になぜか散らばってるアイテム回収しちゃおうぜ。資材とかもあるね。あ、敵の気配するわ。とりあえず階段置いて。遠くに一人、近くにも一人いるな。この感じ、ボットのパーティーっぽいわね。いや、ドラムガンのエイム悪すぎだろ。それは、ボットだと逆に当てづらいというか、前回の動画も大概だったけどな。いやー、それにしてもスクワットにも結構いるんだねー。ボットって、なんか張り合いないなー。4人倒せたとしても、手応えほぼゼロだからな。まあ、そろそろ普通のプレイヤーが増えてくる頃でしょう。まずはこいつらをパパッと倒すんだぜ。お、意外といいもん持ってんじゃんみんな。ちゃんと一緒になって物資集めしてるんだな。スクワットだとどんな感じなのか、観察してみたいわね。お、ロケランも落ちてるじゃねえか。悲しいけど、ここはヘビ砂と交換かな。ソロ少ない以上、複数人を一気に相手にすることあるだろうし、ヘビ砂のリロード時間の長さは今だと致命的になりそうだわ。前回の動画でロケランの良さも分かったしな。ごめんヘビ砂、今回はお別れよ。お、またヘリから敵発見したわ。
二人いるな。多分仲間だろう。丘の上に登ろうとしてるわね。ドラムガンで攻撃したいから結構近づかないといけないけど、またしてもヘリから狙っていくよ。お、一人ダウンさせたな。さっきと同様、念のためまだヘリに乗っておくわ。もう一度上から攻撃よ。お、ダウンした人を運んでるな。悪いけど、逃げ切れないわよ。こっちは文明の力、ヘリコプターだからね。でも真下に行っちゃったから攻撃当たらんな。しょうがない、多少ダメージ食らうけど降りるわよ。今のうちに一気に攻め切る。白ダメージだな。よし、それなら勝てるはずよ。ちょっと頑張ったけど、もう一人をかばいながらだったから、戦いやすかったな。うん、ちょっと申し訳ない気もするけど、こういう場合はソロスクの方が戦いやすかったりするよね。さて、エピック託書拾って、医療キットで回復もできるな。む、あれは、場所的にヘンチマン。でもそうだとしたらビックリマークとかでそうだよね。どっちにしろ攻撃してきてるんだ。倒そうぜ。そうね、ヘリが傷ついちゃったわ。あ、ヘンチマンじゃなかったか。最後の一人だったようね。ヘリは傷つけられたけど、この場所なら新品のヘリと交換できるからオーケーね。お、気づけばもう残り10人だな。よし、ワンチャン勝てるわよこの試合。装備は十分だからな。ヘリもあるし。あとは私以外の9人が、どれくらい分散してるかよね。4人相手にするのはきついからな。できるだけ残ってるチーム数が多い方が助かるぜ。さ、敵発見。あそこの車のところですね。誰かが回復アイテム投げたな。少なくとも2人ね。回復してる今がチャンスよ。1人はあとちょっとだ。ここは一気に攻めたい。1人はダウンさせないと。よしこの勢いでもう1人行くわよ。いい感じに削れてるぜ。あと一発。な、まだダウン。くそー、他にも敵がいたか。結構食らってる、まずいぞ。ここは一旦回復。少しの間なら、蘇生されることもないでしょう。デカポまで飲んでる暇はなさそうだけどな。さ、すぐ倒しに行くんだぜ。よしチャンスよ。で、もう一人いたのか。一人一人倒していくんだぜ。うおー、リロード中途半端だけど、なんとか間に合え。よっしゃ、これであと一人。やっぱりみんなチームだったんだな。シールドやばいから一旦回復。お、グラスプラー持っているようだな。蘇生の動きを見せたら、すぐに攻めに行くわよ。残り6人か。そのうち3人はダウンしてるってことは。1対1対1、もはやソロと変わらないわ。ビクロイが見えてきたな。てかレイム、いい側がラーキなんだけど。言われてみれば、かなり危険なの味方だったわ。まあ今回は運よく大丈夫。ショットガンを少しリロードして、そろそろ各キル入れていくわよ。まずはそこの人ね。ちょうどドラムガンの残りの弾で倒せたな。さて、あとの2人は、何もしなくても自然と倒せたわね。あとはさっきの敵に集中するんだぜ。よし、勝てる気がしてきた。武器も強いし、冷静に戦えば大丈夫だ。おっと、味方がいなくなったので、グラップラーで逃げたわね。一応ドラムガンを取得。なんか一発ヘッショ入ったな。よし、私はさっき倒した敵たちのアイテム回収するわ。バンテージバズーカはありがたい。すぐに体力回復できるぜ。よし、デカポも補充できる。資材は全種類ほぼカンストだし、弾も十分。ジャンプパッドもたくさん、ヘリもある。これは勝たないとダメだぜ。よし、それじゃあ最後もヘリに乗っていくよ。上からロケランぶっ放してやるわ。耐久地線あれば、この人数なら大丈夫だろう。おっと、キルログ。これで1対1になったわね。ヘリに乗ってるから、索敵も楽だぜ。さあ、どこにいるんだ。てかなんかドラムガンの弾数4になったんだけど、これ違うよね、バグだよね。多分な、このタイミングはちょっと当てるな。とにかくそこにいるわね。ロケランを的確な場所に投下し、そのままドラムガンで攻撃よ。おお、ビクロイ、勝利の瞬間はヘリの上だったな。いやー、ヘリコプター、ちょっと、マジで強いわ。今回ほとんどヘリから攻撃してたもんな。おかげでソロスク優勝できました。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よければお願いします。私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。
どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。